矢田部敦史と佐々木千秋のファントレタイム。こんばんは、マーケティングコンサルタントの矢田部敦史です。皆さん、女優の佐々木千秋です。さて、このファントレタイムはファン、つまり楽しいことをトレード、みんなで交換したり共有していこうよというコンセプトが元になっている番組です。この番組を聞いてくださる皆様にとって本当に楽しんでいただける番組にしていければと思っております。どうぞよろしくお願いします。いろんなマーケティングの話題をもとに、リスナーの皆さんの目線でトレンド研究、独自の流行、ムーブメント分析、マーケティングの処方などについて、身近なテーマや実例を挙げていただきながら、私自身も初心者代表としてですね、皆さんと一緒に勉強していきたいと考えております。私の考えるマーケティングの基本、分かりやすさはですね、私の理念でもある本物の世界に通じるものがあると思っており、それをいかに広く、そして分かりやすくラジオのお聞きの皆さんに考えるきっかけにしていただければと思っておりますので、どうぞいい意味で肩の力を抜いてですね、お聞きいただければ嬉しいです。なるほど。この理念ってファントレさんのこのホームページにありましたしね、今矢田部さんがおっしゃった通りだと私も思っております。ありがとうございます。それでは、そんな矢田部敦史さんの略歴をご紹介させていただきます。矢田部敦史さんは栃木県のご出身で、東京大学大学院をご卒業後、大手外資系メーカーに就職された後、ファントレ株式会社を創立され、動画とソーシャルメディアによる独自のマーケティング理論で他業種約300社以上のコンサルティングに携わっていらっしゃいます。また現在は美容院、保育園経営なども手掛けられ、今コンサルティング業界では注目を集めている社長のお一人です。そしてお忙しい中、お二人のお嬢さんの保育園への通園をはじめ、イクメン社長としても奮闘中でいらっしゃいます。そして私、佐々木千秋は日頃はドラマや映画に出演させていただいておりますほか、現在佐藤製薬様、リゾン様ほかの CM をはじめ、ここ市川うらら FM で言霊アラカルト、愛され召し上がれでもレギュラーパーソナリティを務めさせていただいております。皆様どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。こんな二人で進めてまいりますが、今回最初のコーナーはマーケティングラジオ講座。このコーナーはこの番組をお聞きの皆様に、ラジオ講座としてマーケティングの基礎的知識や発想、我々の日常生活から感じ取れるこれもマーケティングというテーマについて、矢田部さんからワンポイントアドバイスをしていただきます。はい、では矢田部さん、お願いいたします。はい、本日はですね、はい、ウェブでのお申し込みページの作り方についてお話をしたいと思います。お申し込みページ、はい、ほう、ウェブ上でですね、はい、皆さんも必ず一度は見たことがあると思いますが、はい、何かにお申し込みをするときとかですね、はい、購入するときに、まあ、お申し込み購入をしてもらうためのページのことをお申し込みページと言います。はいはい、実はですね、ウェブ上ではこのページ、ものすごく重要な位置に、そうなんですか、あるんです。そうなんです。はい、いかにですね、はい、まあ、本当に綺麗なサイトで、はい、まあ、かっこいいトップページといいますか、最初の画面がかっこよくて、うんうんうん、ですごい分かりやすかったとしても、はい、実際にお申し込みしてもらうページがつまんない内容だったり、分かりにくかったりすると、結局お申し込みをしてもらえないんですね。そうなんですね。はい、なので、まあ、最後の最後の一番大事なところといいますか、はい、このページから、むしろですね、いいものを作っていった方がいいぐらいの、ものだと僕はね、思っております。なるほど、まあ、確かにそうですよね。はい、なのでですね、お申し込みページをですね、はい、精度の高いものにするっていうのはすごい大事なことなんですけど、はい、じゃあどうすれば、それが、まあ、お申し込みされやすい、お申し込み確率が上がるページになるのかということをですね、はい、今日はお話をさせていただきます。はい、お願いします。はい、まずはですね、1つ目、はい、大事なことを言いますと、はい、お申し込みをする人の気持ちに立ってお申し込みページは作るべきなんですね。うん、実際にページに来た人が、はい、まあ、何か迷ってる、化粧品を買おうかどうか迷ってる、はい、迷ってて、それを実際にお申し込みするまでに、まあ、そういう人がどういうことを考えているのかということをですね、はい、イメージしながら作るということなんですね。うーん、はい、例えば、お申し込みページに来た人はですね、はい、疑っていると思ってください。あ、確かに、はい、これでいいのかなってちょっと考えます。一度立ち止まりますよね。はい、やはりお金を払う可能性のあるね、そういったところになると、これを買ってね、まさに言っていただいたように、はい、本当に
いいのかな、役に立つのか、うん、損するんじゃないかな、そういったですねちょっと疑った目で見ているということをですね認識してください。はい、はい、もう一つ、大切なこと、お申し込みページに来る方は面倒くさがり屋さんです。え、そうです、そうなんですか。はい、まあこれはですね、まあ、面倒くさがり屋さんという言い方をするとですね、はい、いろんなイメージがありますが、実際にちょっと分かりにくかったらもうすぐ諦めちゃいます、買うこと。まあ確かに、はい、ちょっとしたまあ文字の間違いとか、はい、分かりにくさでバツボタンを押しちゃうんですね今の人は。なので、相手はですねそんなに一生懸命読み込むんではなくて、はい、パッと見で分かりにくかったらやめちゃうんだよと、そのぐらい面倒くさがり屋さんなんだよっていうことをですねイメージして内容を組み立てる。そうすると、申し込みページとしてはすごいいいものができてきます。あ、なるほど。はい、ではもう少し具体的な内容をですね、はい、お話をしていきますと、はい、まずですねお申し込みページにあるべき内容について、お話しします、はい、まずキャッチコピーですね。あ、キャッチコピー、はい、ページに来た時に最初に表示される、これをキャッチコピーというようなね、はい、言い方をするんですけど、はい、このキャッチコピーの作り方は、うんうん、何が得られるか分かりやすいということがすごい大事です。あ、なるほど。そのね、お申し込みページに来た人のどんなね、はい、欲を満たしてくれるのかとかね、欲しいものどんなね、欲しいものを満たしてくれるのか、どんな悩みを解決してくれるのか、はい、そういったことがねすごく分かりやすく表現されているといいと思うんですね。うん、確かにそうですね、シンプルな言葉の方が分かりやすいです、ね、分かりやすい、はい、はい、ある、まあ僕もね、携わったね、はい、これセミナータイトルだったんですけど、iPhone で動画を作ろうセミナー、はい、iPhone で動画を作ろうっていうセミナーがあったんですけど、これではね、はい、人全然来なかったんです。あ、そうなんですか。あんまりそんなに申し込みがなくて、いろいろ考えてですね、スマホで5分、世界一簡単な動画の作り方、ワンハンド動画セミナーっていう名前にしたんですね。ほう、これをですね名前変えただけですよ、はい、変えただけでお申し込みすごく上がりました。そんなに違うんですか。はい、まあ、iPhone で動画を作ろうっていうのはなんとなくわかるんですけど、何が得られるのかっていうか、はい、まあ、何がメリットなのかわかりにくいところを、スマホだけで5分で世界一簡単に動画が作れるっていうね、なんとなくもう本当にスマホだけで簡単に作れるぞっていうイメージがわかりますよね。そうですね、そのキャッチコピーだけで、お申し込み率が上がるので、キャッチコピー大事、大事ですね。はい、あとはですね、はい、やっぱり来た人、まあ、疑っていると言いますか、すごい心配、心配性だと思うとですね、自社紹介をしっかり書かなくちゃいけないですね。あ、自分のその会社の、はい、会社の紹介であるとか、はい、もしくはね、それをやってる人、生産している人の紹介をちゃんと書く、はい、実績、こういったことをやってきましたっていうことをね、はい、書きまして、あとはもう一つ、その、まあ、商品とかサービスの実績ですね。何千人の方に購入いただいてます、はい、やはり初めて、今回初めてやりますよりもですね、はい、もう2000人の方が本当に良かったって言ってくれてますっていう方がやっぱり、ね、安心感はありますよね。安心感がありますよね、はい、はい、それを入れること、うんうんうん、そしてお客様の声、感想を入れることも大事です。あ、なるほど、はい、お客様の声、感想をですね、はい、なるべく、まあ、どういった方が、どういったことで感想、まあ、良かったですという感想をね書いてくださるといいんですけど、はい、今はもうやっぱり文字だけのただの、まあ、S さんとかっていう感想だと、はい、ちょっと具体的ではないんですね、イメージが湧きにくい。あ、そうなんですね、はい、なので実際にもう誰々さんという、はい、まあ、写真とか、はい、できれば動画なんかも、動画で感想をそのままもらってですね、はい、その方が自分の声で、本当にいいサービスでしたと、こんなに満足しましたということをですね言ってくれている動画を置いたりすると、はい、また一つこれもね、まあ一つの安心材料になりますよね。うそうですね、はい、感想を入れる、はい、でさらに、特典、特典、はい、まあ、プレゼント的な、そういうことですね、嬉しいやつですね、嬉しいやつですね、これをお申し込みすると、はい、こういったプレゼントもついてきます、うん、やはり最後ね、もうお申し込みする気満々の人でも、はい、最後どうしようかなって言ってる人に、今ならお申し込みするとこういうプレゼントもついてきますよというのはとても強烈です。いや、もう強烈です、この今ならがね、はい、ついつい飛びついちゃうんですよね。期間限定とかあるとね、はい、すごくいいですね。うん、はい、そして、次に、これ6番目になるんですけど、はい、Q&A、
あ、Q&A、はい、よく見ますよね、はい、私は本当に、苦手なんですけど私でもできますかとかですね、はいはい、まあそういったですね、うん、お客様が、まあ、申し込みをする前に不安にな最後に不安になることってあるんですね、いろいろ、はい、そうですね、はい、その不安をあえて、まあ、はい、質問のところに書いて、答えで答えてあげると、あ、この Q&A もあるだけでもすごくですね申し込み率が上がります、うん、はい、最後に、これも大事なんですけど、はい、お申し込みボタンを大きくする、大きくする、はい、これ大事なんですね、お、はい、お申し込みボタン一番大切なボタンなのでこれが目立たないっていうのはすごい損が多い、そうですね、はい、申し込みボタンないやつとかたまに見つからないやつとかねありますもんね、そういうサイトもありますもんね、はい、なるほど、確かに大事ですね、はい、なのでこんな感じでですねお申し込みページ、作っていただけるとすごく効率が上がります。ぜひね、あの売上が伸びにくいなとかね、お申し込みが少ないなと悩んでる方がいましたら、はい、まずはお申し込みページから改善してください。それがですね、一番ね、近道に、改善の近道になるかと思いますので、ぜひ試してみてください。はい。いや、こんなにね、大事なページだとは、私たちは全く知らずにね、いつもこう使っていたんだなというような印象がありましたね。はい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんいかがだったでしょうか。このコーナーをお聞きいただいて、矢田部さんがおっしゃるマーケティングのファンイコール楽しさの一端でも分かっていただければと思っております。以上、マーケティングラジオ講座のコーナーでした。改めまして、現在放送中の番組ファントレタイム、担当は矢田部敦史と佐々木千明でお送りしております。さて、ここからは番組始まってお二人目のゲストの方にお入りいただきました、はい、矢田部さん、またまた緊張されていらっしゃるようですが。そうですね、はい、ちょっと緊張しながらもですね、はい、まあ、普段一緒にいるまあ同僚なので、はい、ちょっと今日も楽しくなればいいかなと思っております。はい、では今回ゲストでお越しいただきましたのは、以前ゲストにお招きいたしました矢田部さんが社長を務めてらっしゃるファントレ株式会社関本さんと同じく、ファントレ株式会社の黒川光友さんです。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。それでは早速なんですが、まずは黒川さんについてお預かりしております資料をもとに簡単なプロフィールをご紹介させていただきます。黒川光友さんは石川県のご出身で、あの読売ジャイアンツ、そしてニューヨークヤンキースで活躍された松井秀喜さんと同じ星稜高校のご出身で、大学をご卒業後公務員になられました。2000年 IT 戦略会議のもと、石川県能登地区の情報推進課リーダーを務められます。その後1年発起され公務員を退職されました。Windows が出る前の幼い頃から慣れ親しんだパソコンスキルを生かし、パソコンのトラブル解決業をされながら、ウェブを使ったプロデュースについて学ばれ始め、そんな中、ファントレ株式会社代表の矢田部さんと出会われます。そしてクライアントとして学ぶうち、幅広い知識やスキル、そしてその人柄などを買われ、ファントレ株式会社に入社されました。現在は東京に単身赴任中で、12歳の娘さんと6歳の息子さんを持つ2児のお父さんでもいらっしゃいます。はい、はい、まずですね、いろいろなこうプロフィールを今、はい、読ませていただいたんですが、はい、まあ、おそらくこうラジオを聞きいただいている方がですね、興味を持たれたとともに、うん、黒川さんにとっては多分嫌というほど多分聞かれてるんじゃないかなとは思うんですけれども、うん、はい、うん、あの松井秀喜さん、はい、高校時代からご存知だったんですか。まあ、ご存知と言いますか、はい、まあ、ご存知で変ですね、はい、と言いますか、僕の一個下の後輩になるんですよ、松井が。お、はい、すごい、はい、かっこいい松井の先輩なんですすごい、言いたいですね。とはいえ部活が違ってたので、僕は軟式テニスをやっていて、はいはい、なのであんまり接点はなくて、はい、まあ、たまに朝行ったら下駄箱のところにいるかなっていうぐらいでした。すごい、はい、そうなんですね。すごいですね。当時はでかかったですよ。180、ね、後半ぐらいありますもんね、今。そうですよね、すごいですね、下駄箱に松井さんが、ね、いたらね、ちょっとびっくりしますよね。びっくりしますよね。そうなんですね。当然その当時からもうすごい注目されて、そうですね、もう本当に中学時代から結構すごい選手だったんですよね、うん、でそれで、まあ、星稜にもまあ、推薦じゃないですけども、最初から4番打たせてやるから来いみたいな感じで入った
ていう噂です、はい、噂あでもね頭も実は良くて彼、あの入試の数学100点だったって聞いてます。そうなんです。でもすごいですよ、100点取るってなかなかね難しいことですからね。平等ですね、うん、いやすごい、なんか豆知識というか豆情報をいただいた感じがしました。はい、そしてですね、これも高校野球好き女優としてマストでちょっとお伺いしたいんですけれども、今のところちょっと残念ながら私にとってはまだまだの夢ではあるんですが、はい、ご自分が通ってる高校がこう甲子園に行くって、うん、どんなお気持ちですか？ね、結構 ね意外とあの僕らの時代っていうのは結構ずっと強かったんですよね、はい、で松井も僕いた3年がずっと、あ、まあ、1年の時はいないですけど、あのずっといたので、はい、まあ、行って当たり前な環境といいますか、うん、はい、まあ、当然行くだろうみたいな感じだったんで、はい、普通でしたね正直。すごい当たり前、はい、普通すごい、まあ、今年もまあ年間の恒例行事みたいな感じで今年も行ったか、今年も行くかみたいな。すごい。そうするとね、結構ホームラン列車っていう、その応援行くための電車が用意されたりとかするんですよ、はい、特別便で。町を上げてですね、まあ、まあ、うん、一応星稜って一応石川県で一番あの人数の多い高校で、はい、まあ、1学年700ちょっと、全校生徒で2000ちょいいたんですよね、まあ、まあ全員が行くわけではないんですけど、かなりの人数がそのホームラン列車に乗って大移動するわけで、はい、列車なんかかっこいいですね。いやそうです ね、うん、当たり前になっちゃうんです ね、 そうなんですね。基準がきっとね、当たり前の基準がやっぱり高いんです ね、 ですね。ありがとうございます、はい。さてちょっと個人的な Q&A の時間は終了いたしましてですね、プロフィールでもご紹介させていただきました、あの Windows が出る前の幼い頃からパソコンに慣れ親しんでいらっしゃったのはどうしてなんでしょうか？あ、父親が結構そういう新しいもの好きで、はい、あの当時本当に Windows 前の古いよくわからない、あのブラウン管が黒と緑色っていうカラーじゃなかった時代、はい、そういう時から家になぜかパソコンがあって、それをまあ小学生ぐらいの時からちょこちょこ触っていたっていうところが最初のところですね。なんか棒人間動かすようなプログラミング組んだりとか、まあ、そういうのをして遊んでたりしてました。なるほど、はい、家にパソコンはちょっと私なかったですね、生まれた時とかは。そうですよね、はい、あの時代ですもん ね、 ね、環境がねやっぱりこう進む道もまた変わってくるんでしょうね、うん、そしてですね、あのお二人の出会いの時の印象、お互いこうどうだったんですかというところを聞きたいんですけれども、ね、うん、まずお立場上こう矢田部さんから、あ、僕から、はい、あの黒川さんにお会いされた時の印象っていかがですか？はい、あの僕がですね、はい、開催してまだ起業したばかりの、私がですね、あの開催していたセミナーに参加してくださったんですね。で、まあやはり石川から参加をしてくれるということで、はい、これはなかなか気合い入ってるなと、はい、どれだけねもうやる気で来るのかと思ったら、意外とこうポカーンとポワーンと聞いててですねこの人何しに来たんだろうかなみたいな。それは今でもあの覚えてますね。人数も少ないセミナーだったので、いや真剣に聞いたら固まるというか、あ、真剣に食い入って見てた。なるほど、真剣に食い入って見てたんですね。矢田部さんは、うん、まあ、ちょっとポワンとしてるなという印象だったってことなんですよね、うん、はい、なるほど、初めて聞きました。そうなんですね。ちなみに黒川さんは、はい、あの矢田部さんの第一印象ってどんな感じですか？うん、そうですね、今言ってたそのセミナーに参加して、はい、最初はあのあなんか大学生のバイトの兄ちゃんがプロジェクターの設定しだしたなと思ったら、はい、はい、じゃあ始めますみたいになってえお前かみたいな、あ、ちょっと衝撃、あの顔をかぶあの顔にテレビをかぶって顔隠してやってたんで顔知らなかったんですよ、はい、で、あの先生いつ来るのかなと思ったら、はい、バイトの兄ちゃんが先生だったっていう。なるほど、それはそれでね結構衝撃ですよね。衝撃でしたね、びっくりしました。まだねちょっと若かったしね、20代で、はい、もう忘れもしない、なんか緑色のズボンに、はい、冬なのに T シャツ着て、おー暑がりなんだなと。あ、なるほど、第一印象ちょっと暑がりな、それでポカンとしてたんですね、うん、ちょっとね、もしかしたらそうかもしれませんね。なるほど。そしてですね、その後黒川さんは矢田部さんの会社に入社されるわけなんですが、まあ、矢田部さんこれなんで一緒にやろうっていうふうに思ったんですか？ヘッドハンティングとかで言うはないんですかね。はい、まあもう僕の
気持ち的にはヘッドハンティングに近いんですけど、あの僕の、まあ、マーケティングのコンサルティングを受けてくださいまして、はい、やはり、まあ、全部まあ、言ってみればパクって、まあ、やってみたいと、それをね、真似してね、はい、真似して、この僕のやってることを真似して、はい、歯科の方でやりたいと、の聞いてですね、あ、それはぜひやってみてくれと、なかなかですね、まあ、難しいことをやっていたので、はい、それが真似できたらもうむしろこう大歓迎だなということで言ってみたんですけど、本当に結構真似できたんですね。すごい上手に真似して、まあ、僕がやりたいこともちゃんとできて、これは能力が高いなということで、はい、ぜひ東京に来てうちの会社に入ってくれと。そうなんですね。はい、行ってみたいですね。見ました、実際にその時の黒川さんってどんな、あ、非常にお仕事するんだっていう印象なんですか？そうですね、さっき言ったみたいに結構綺麗にパクって向こうで展開し始めようかなっていうタイミングで、そういうお声掛けをいただいて、あ、まあ、本当に面白そうだなっていうか、もっと知りたいな、まあ、半年間のその時はコンサルティングを受けてたんですけど、まあ、半年ではやっぱり吸収しきれない、ね、すごい膨大な量だったんですね。資料は全部もらってたので、まあ、それを、まあ、見よう見まねでやってたとこはあるんですけど、まあ、よりなんていうかスキルをさらに上げたいなっていう気持ちで、はい、あの2つ返事で速攻でなんか、あ、行く行くみたいな感じで決めちゃったという。早かったですね、返事早かったですか？すごい。そうなんですね。ちなみにその黒川さんは会社では具体的にどういったお仕事を担当されてらっしゃるんですか？そうですね、基本的にコンサルティング部門ということで、はい、まあ、ウェブのコンサルティングなんですけれども、まあ、メルマガを先ほどね、ちょっと昨日になるのかなこれ、あの 前回、はい、お話にあったように、まあ、メルマガの方の立ち上げとかそういうシステムの設定だったり、そういうところをアドバイスしたりとか、はい、あとはその商品作りというところで、まあ、セミナーとかどうやったらいいとか、でキャッチコピー的なところを一緒に考えたりだとか、はい、まあ、そういうのをまるっと全体的にやっている感じですね。へえ、黒川さんがこう指導されたりするんですか？あ、そうですね、もちろん、はい。へえ、そうなんですね。そうなんですね。なるほど。まあ、ちょっとですね、あの一つこうプライベートの質問になるかもしれないんですが、先ほどこう、はい、ご家族と離れて単身赴任ということだったんですが、はい、まあ、やはり IT 企業の方ですと離れた子どもさんとのコミュニケーションのフォローとかって SNS 使ったりとかウェブ使ったりとか、そういうのされていらっしゃるんですか？そうですね、基本 LINE でやり取りしてて、はい、まあ、家族のグループチャットみたいのがあって、そこでまあメッセージやり取りしたり、まあ、ピンで娘からキンプリの CD 欲しいっていうダイレクトのメッセージ来たりとか。え、そういう感じで。娘さん12歳とかですよね。すごいですね、はい。あ、でも、まあ、僕のお風呂の、 あの iPhone をあの渡してて、それでコミュニケーション取ってる感じですね。へ、はい、であとはまあ本当に顔を見たい時は Zoom っていうあの、はい、まあ、昔のスカイプの大会みたいな感じなんですけど、はい、まあ、テレビ電話ですよね。そういうのであのコミュニケーション取ったりしてますね。はあ、なるほど。やっぱりこう私たちの小さい頃とはちょっと違うんですね。そうですね、だいぶ変わりましたよね。そういうことですね。もうどこにいても会えますね、まあ、ね、一緒にね、話できるっていうのはいいですよね。はい。さあ、そしてですね、実際その第一印象、先ほどお二人ともお話しいただいたんですが、はい、まあ、現在の黒川さんからご覧になられて矢田部さんの印象っていかがですか？そうですね、結構その今僕が入って4年目なんですけれども、はい、まあ、どん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 新しいことにチャレンジしていて、上を目指しているというか、すごい向上心の高い、あの方だなと、はい、いうところですよね。はい、まあ、それを、まあ、みんな、まあ、社員が追っかけているって言ったらあれですけど、まあ、彼がやっぱリーダーとしてこう、うんうんうん、どんどん引っ張っていってもらってるっていうところもありますけど、はいはい、まあ、すごいあのなんだろうな、カリスマ性があるかなっていうところです。そうなんですね。ありがとうございます。ひねり出した、ちょっとのような。なるほど。ちょっとね、そうなんですね。ありました。で、黒川さん、今後の目標を教えていただいてもよろしいですか？はい、そうですね、まあ、矢田部さんと一緒にね、こう会社をしっかりあの作っていくってところをサポートしていくっていうのは一つですし、はい、
まあ、あとはまあ結構先ほど出た子供がね、はい、息子が結構サッカーに今ハマってて、なんかすごい、はい、さっきちょっと打ち合わせで話が出たみたいに、うん、ファントレスタジアムみたいなね、サッカースタジアムができた、そこで息子が活躍する姿を見たいなみたいな、はい、私もちょっと夢見ようかなと思います、はい、まあ、ちょっとそのために仕事しっかり頑張って、はい、あのいい教育環境を与えてあげたいなってところありますね、うん、はい、ありがとうございます。では最後にですね、告知などございましたらお願いいたします。はい、あ、今あのファントレー株式会社では、はい、あのマーケティングカレッジって言いまして、はい、まあ、コンサルタントを育成するようなそういう学校をやっております。はい、はい、まあ、結構僕がある意味モデルケースになるんじゃないかなと思うんですけれども、うん、まあ、このファントレーのウェブのそういうコンサルティングの知識をその場で勉強して、はい、でそれを役立てて、まあ、コンサルとして活躍してもらったり、まあ、ご自身の仕事に役立ててもらったりっていうそういうのをやっているので、はい、まあ、よかったらまた一緒に学んでくださると嬉しいなと思います。ありがとうございます。では今回のゲストはファントレ株式会社の黒川光友さんでした。黒川さん、お忙しいところありがとうございました。ありがとうございました。なんと、もうエンディングになってまいりました。このファントレタイムは毎月第2、第4水曜日夕方5時30分からお送りしております。ぜひ皆さん次回放送もお聞きいただきますようお願いいたします。矢田部さん、今回はいかがでしたか？はい、今回は黒川も来てですね、はい、とても楽しい会になったかなと思います。とても楽しかったですね。ありがとうございます。それではファントレタイム、またお耳にかかりましょう。皆様のお相手は矢田部篤と佐々木千秋でした。最後までお聞きいただきありがとうございました。